動しちゃうな。サンタさん、どうか私に勇気をください。リリコさん、大丈夫だよ。アンナたちたくさん練習したし、シアターのみんなも先輩たちもステージの攻略法教えてくれたから。うんうん、そうだったよね。ありがとう、アンナちゃん。今勇気をもらえちゃった。あ、もしかしたら私のサンタさんはアンナちゃんだったのかな。なんちゃって。あれ、今の子供っぽかった？呆れちゃった？うん、嬉しいだけ。アンナちゃん、さっき大丈夫じゃなくなりそうになったんですけど、アンナちゃんのおかげですっかり大丈夫になりました。いつでも行けます。いえ、当然のことです。これはファンの皆さんに素敵なクリスマスを過ごしてもらうための公演なので、心から楽しんでもらえるようにアンナちゃんとみんなと一緒にたくさん頑張っただけですね。クリスマスはみんなに幸せが訪れる日。私たちとびきりのプレゼントをお届けしますから。